みんな司会もやりますしね、広島君の報道情報番組なんて大したもんですよね。いい司会してるなと思いますもんね。みんな頑張ってやってくんだろうと思います。じゃあ皆さんどうもありがとうございました。そして昨日1日の感染者として過去の最多の795人が確認されたんですが、今日からいよいよ4連休です。感染拡大の第2波となってしまうのかどうか。